久保さんあのー、ウェブの畑って良かったですねウェブの畑って火をかかんないしウェブの畑で育てるのって何何が必要なんですかねウェブの畑っていいですねうん表現がでも何が必要なんですかね普通の畑だったら水と 水とか肥料まあ土のその土の部分とまあ太陽でしょうんウェーブの畑要素として何が必要ですかねじゃあこれあのウェーブの畑でそのなんか育てる上でなんか必要なこの <laughs> なんか要素窪さんだったら何答えのかな まあ単純にまあ、ウェブの畑の、まあ僕の、僕は、ウェブの畑は、お金もかかんないし、腐らないし、なんだろうな。あれだから、とりあえずやってみるっていうのが全てかなと思いますね。ウェブの畑をこう、なんかやっていくっていう。失敗がないんで。なんか、野菜とかだと、まあその畑に野菜とか入れ、種を巻くじゃないですか。でもその天候がね、 悪くて日が全然出ないとかあのー、雨ばっかり降ったとかだったら育たないじゃないですか要素としては最低限のまあ雨と最低限の日光でもこの日光も多すぎてもダメだしなんかその適度適度ですよねずっとずっと太陽だけじゃダメだし、まあ、こ難しいんですよねバランスがねうん ネットの場合はそういう、なんかそういうのはないんで、まあ、とりあえずと、まずはとりあえずやってみるっていうところですかね。まああと、とりあえずやって改善ですかね。とりあえずやって改善っていう。久保さんはウェブの畑の育て方、どうなんだろうな。いってらっしゃい。